自分が脱力することによってお客様にも脱力していただく。だから頑張らないです。その方だけに集中してればいいんで。まあ、私身長154号、体重40キロ、男性の大きい人、硬い人、怖い人はいません。痛くなるのを やった末路が、まあ、なんか腱鞘炎とか指を痛めちゃったり仕事にならないみたいな人も見てるんで、いかにうまく体を壊さないようにやるか。ちゃんとツボに入ってれば軽い力でも十分に効かすことができるので、あ、もう疲れたくないから上手くなったっていうところもありますね。半分寝ながらやってました。自然に圧がかかるんですね。そういうふうにやってると、もう体が大きい小さいとか関係ないので。だからこそいろんな手技が使えれば本当に女性は強いんですよね。まずいい筋肉っていうのは繊維がまっすぐで、腰から右のお尻にかけてを緩ませてあげることによって、基本はこの普通の圧迫圧とほぼ途中まで同じなんですね。結構グーッと大胆にいきましょう。もう体グーッと乗せていって前腕使うと結構楽にできますね。ここ挟むようにして行ってもいいですか、ね、これは仕方なんですね。やるべきなのは